ございます。すももです。昨日バイラを買いました。で、ブラシなんか定価が980円でブラシがついてるってめっちゃいいなって思いました。ブラシって割と消耗品なのでいいと思います。で、こういったサッシもついてて、なんかこれただのブラシでもあるんですけど、この先っちょが、まあ、ちょっとこんな風になってて、これを使ってマッサージができるっていうことなのでやってみたいと思います。まず 100A プッシュでスタート。柄の先を頭頂部の 100A のツボに垂直に当て、グーとプッシュ、めくりスイッチをオンにして老廃物が流れやすい環境を整える。100円がいまいちどこかわからない。で、前頭から頭頂にかけて3点押し、 A のツボ押しで前頭部の生え際から頭頂部にかけて3回に分けてプッシュ、頭皮のコリをほぐして巡りをアップする。3回。側頭部を左右3点ずつ押す。気持ちいい。なんかこれを毎日続けたら顔の巡りが良くなって小顔になるって書いてました。はい、次は後頭部を3点ずつプッシュ。なんかこの持ち手がこうなってるので、その力を当てやすいと思います。で、襟足から 100A を溶かし上げ、軽くお辞儀をするように頭を下げ、後頭部の襟足から 100A に向かって圧をかけながら溶かし上げるように頭皮をマッサージ、巡りを高める。ほう、こうすごい髪の毛ボサボサで、耳上から 100A を溶かし上げ、なんかブラシもトゲトゲが多くてなんか刺激されます。よし、 100A から髪をなで下ろし解散。解散総選挙。私の髪めっちゃ伸びんのが早くって、去年ショートカットだったんですけど、セミロングまで伸びました。なんか美容師さんにも普通の人より 1.5 倍ほど伸びんのが早いって言われます。なんか爪も伸びんのが早くて、ネイルとかしてもすぐに伸びちゃうから、なんか最近ネイルしてないんですよ。もあ、気持ちよかった。この980円でこのブラシはいいと思いました。なんか出汁も初めてバイラっていうのを買ったんですけど、結構中身もファッションのことも多いんですけど、結構ためになるコラムとかも多くて、この本すごいと思いました。おすすめです。じゃあねー。